この状態でこれが空洞あれなんだろう、なんかですね、はい、息をする遠隔操作、息出せるここがエイヤーって前に行くと、たまるんですよ、こう、まあ、これできる時って本当力がかからないんですね。アスカジャーターでございます。結構、結構またありましたよし、アスカジャーターでかこげです。今回も誰でも何歳からでも強くなれる慣れ強道場代表の菊野先生とお届けしていきたいと思います。まあ、前回はこのハンマーパンチとか、ちょっと菊野先生が慣れ強道場で教えてる技術だったりとかを教わったんですが、今回はできればその僕もすぐにでも再現できそう、はい、またちょっと視聴者にも伝わりやすそうな議題で先生の一押しを教えていただきたいなという、ちょっと無茶ぶりなんですが、よろしくお願いします、はい、ですね、その武術の、いろんな技術ってあるんですけど、それってやっぱ鍛錬ありきなんですね。鍛錬っていうのは、近代スポーツでいうと、筋トレとかね、こう基礎体力作りみたいなもんなんですけど、体のつながりを作るだとか、っていうものをした上での技術っていうものがあるんですけども、さっき高潔先生がされてたその体の使い方も、僕がやってる武術ともう本当に近いというか、はい、全身がもう揃ってるので、なので高潔先生の動画を見て稽古してる人は再現しやすいかもしれないっていう技術を、はい、よろしくお願いします、はい、で、よくある握手技ってあるじゃないですか。ああ、ありますね、はいはい、あれもですね、その高潔先生のやってる月の理論でできるんですよ。本当ですか。はい、ちょっと興味あるっすね、はい、なんか、なんでってありますか。ちょっと一回、はい、こう、この状態でこれが、はい、こうあれ、なんだ、いけるんですよね。いけるんですよね。だから例えばこの辺もこう頑張るとね、全然いかない、はい、なぜなら今ここにグッと圧力がかかって、はい、高潔先生に情報を与えて、はい、高潔先生は耐えるってことをするし、うん、あとパワーなんで、この高潔先生のパワーは崩せない。でそれを、また高潔先生がさっき突き入って、ここは固定ってやったじゃないですか、はい、固定して足の裏からここまでを揃えてガッていう感じになりました、はい、それと同じことをやりたくて、はい、ここは固定ですよ、ここはこうたわませない、こういうことせずに押しもしない引きもしない固定でカツッと止めてください、はい、でそのまま、固定したままここの股関節でお辞儀をする。股関節で、はい、ここは固定なんですね、はい、お辞儀をする、遠隔操作、あ、力だここがエイヤーって前に来ると、たわるんですよ、ここが、いわゆる縮むというか、ね、こうなっちゃうと切れちゃうので、はい、カツンと固定したまま、これが、こうなると、はい、辞儀をする。電話ショット。ここがエイヤーって前に来るとたわるんですよ、ここが、いわゆる縮むというか、ね、こうなっちゃうと切れちゃうので、はい、カツンとですね、これが今じゃこれをゆるゆるを消してください、はい、一回ゆるゆる消す、はい、そう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 、そこの感じ、こっちも固めちゃう感じです。そうですね、もう固めちゃっていいです、ここをもう、はい、カツンと固めちゃって、これがそうそう、こう今この感じですね、この今僕が押しても、はい、カツンと止まってますね、ここね、こうゆるゆるしてない、この状態をキープしたままここで折ってください、これって握っといた方がいいですか。そうですね、握ってていいです、はい、僕とつながりをしっかり作ったまま、ここがぶれないまま股関節でお辞儀をする。腰っこいのはやっぱり、ね、こっちを握りますね。そう、難しいこれ、最初はです、でもできます、絶対高潔先生ならできます、これがカツンと止まった状態、普通にじゃあここで固定、そうそうそうですね、それこのリラックスして止めておきます、そう
でその状態で股関節を折るだけで、ここをそうそうそう、折らすぐできたそうですそうですそうです、ここを固定したまんまただお辞儀する。なかなか僕は普段こう力を入れるっていう、あ、力本当にいらないです。いらないです、はい、あのさっきのその骨だけ固定する、月と一緒です本当に、このここがこうたまらないじゃないですか、はいはい、抜いててもいいです。固定してちょっとやっぱり力入れたほうがいい、押し難しい、今ここがこうたわんなんですよ、ね、これがたわみなんで、はい、これをこのまま固定する、うん、固定というか、まあ、動かなければですね、動かなければ、これがちょっとでもやっぱこうなったら、はい、こうなるときなんで、はい、このままこう、うん、おおどうああ意外に難しいこれ地味ですけど、はい、あれですね、もうすごっ、ちょっと待ってね、そうそうそう、まあ、これできるときって本当かん、なんかこう力かからないんですね。そうです、僕に情報が入ってこずに、はい、高潔先生の重さがズンと入ってくるから耐えれないですよ。へ、でも高潔先生がやってる月と一緒ですよ、あ、まあ、考え方は。そういうか、これでも意外にここを固定してここだけ動かすって難しいです、ね、できたじゃないですかでもめっちゃ考えてやってるはい、本当だからもう明日には普通にできるってことです、あれで、あ、そうそう、例えばですよ、その感覚で、うん、さっき僕がしたみたいに、ここを、はい、こうつけちゃう、まあ、これですね、はい、でさっきと一緒、これ固定、まあ、固定つけて、たわませない、あ、はいはい、そのままお辞儀してください。例えばですけど、こうあのちょっと力で耐えてもらうんですか、うん、これを、あ、はい、耐えられちゃうんですけど、まあ、今の状態でグッと割るとこれ最初はやっぱこうグッて力が入った瞬間にここで耐えるってことをやるんですけど、それを、まあ、圧力を与えずに、まあ、情報を与えずにいきなり重さが入ってくるからこう耐えれない合わせない、はいはい、でそのままお辞儀してください。要はこうだと、はい、それで可能するから、これも股関節からでいいですか。そうです、お辞儀すればいいです、はい、あ、今そう、今ここがバランスね、これ頑張ると僕との喧嘩になっちゃうんで、はい、ただこのままお辞儀する。力は、固定した、そう、これがバレない、こうなれば、ならなければいいです。あかんな難しい、今こっちがやっぱ突っ込んじゃうんですね、それを突っ込まずに、突っ込まずにこのまま固定して、ただお辞儀する。股関節だけで、ちょっと待ってくださいね、このままこのままにください、これをなくしましょう。そうそう、いつもやってると月の時の感覚、月の感じでやってください。そう、その感覚のまま、それキープですね。その感覚のままただお辞儀してください。もう何も考えずにお辞儀、僕無視して、あ、そう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 、そうです。固定って意外に難しいんですよなんか僕ここで固定は当たり前じゃないかなんですけど、はいはいはい、この姿勢で固定しろって言われたら急にできるんですか。でもできましたよ明日普通にもう多いって言われるだから高潔先生の動画見て稽古してる方は多分こういうのもできると思います。いやちょっとここの意識からちょっと改革します。はい、これっていうのは慣れなんだね。ただただ今まで無意識でそんなことできるわけねえって思ったことが、あ、できた、あ、できた、あ、できたって無意識がもう書き換わっていくんで、あ、はい、ただそれだけで、それまではどうしてもね、無意識がこっちの方が強いっていう、あ、でも分かる、あるんでね、それを書き換えていくだけ、それは結構ですもんね。でも確かに技術ってなんかある人突然できるようになったりするんですよ、はいはい、他のものがつながってパンと書き換わるんでしょうね。寝るだけで書き換わったりする、ね、ああ、もう全然、はい、なんかそのそれこそ悩んで、ああでもないこうでもないって、はい、たくさん悩んでもういいわってなって2週間後ぐらいにやったら、はい、あれできてるじゃん、ね、あれはでも脳の処理の結果なんですけど、でもそんな感じですかね、はい、だから実際やっぱかけられて、あ、こういうことがあるんだと、あ、自分もやって、あ、こういうことできるんだっていうので、こう脳みそがだんだ んリアリティが増していって、はい、ある時はポンと当たり前になっていくみたいな、どうしても体感するから面白いですね。そうですね、体感しないと逆にやっぱ、そうですね、やっぱ疑っちゃいますもんね。疑っちゃいますもんね。そうやられるとあれって言われます。ああ、やっぱ面白いなこれ。でもあれですね、本当、うん、できる時とかは全然そのしっかりこう押してる感とかないんです、ね、はい、これ力がいらなくて、ただこのつながりを作っちゃって、うん、これは僕らで言う姿勢でつながってる状態ですね、うんうん、あれですね、要はこういうところの起こりがなくて、なんならこっちがここの運動しか考えてないから、はい、そっちに伝わりようがないですよね。そうです、そうです、そうです。
もう2人で一緒にお辞儀してる感じになります。あ、はい、なるほど。仲良くお辞儀しちゃう。はい、ありがとうございます。まあでもこれ結構脳科学ですね。いやいやいや、武術って脳科学ですよね。その積み重ねでしかなくて、いかにしてまあ生き残るか、相手をまあ倒すかっていうところをもう人間を研究しまくってできてるものだから、それはもう脳と直結しますよね。あ、面白い。なんか自分のやつもこの、まあ、引いていけるっていうのもそうですけど、はいはい、離れていくものには危機を感じないからっていうのとかもそうですし、はいはいはい、今のやつとかもあのここに力入れれば伝わっちゃいますけど、はいはい、ここをこうする動作と、はい、押される動作とイコールになってないんで、はい、なんか全然反応できない。そうですね、接点を変えないって言ったりしますね。ここを変えるとバレるけど、それ以外のところバレやったら分からないですね、はい、崩れ始めちゃったらもう耐えようがないです。そうそうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、これはちょっと結構鍛錬しないと僕もちょっと難しいなと思って。いや、何言ってたの。いや、でも明日普通に僕は当たり前ぐらい。いや、でもちょっと面白い体験させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの僕の動画の解説で皆さんにどこまで伝えれるか分かんないんですけど、ぜひちょっとこれ道場でやってみて。いや、さあ、はい、これやると月も強くなります。宝傑先生の月の威力も上がるんで、皆さんもねぜひぜひねやってみてください。やってみてください。もうなんか僕よりも先に視聴者の方の方ができてるかもしれないですから。いいですね、その動画の意味がありますね。僕はできましたみたいな。宝傑さんまだですから。そうですね、コメントお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕らヌルブと呼んだりしてますけど、素で素足で両を挑んで一対一で戦うっていうこと以外は特にルールはなしです。今日も最後までニュースを見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にあるキックの先生のダレツヨ堂々チャンネルをクリックして、ぜひ今回のコラボ動画を見てみてください。またあの先生のチャンネルは超マニアック路線に進んだと、まあそう進むと決めたキックの先生ならではの動画がたくさんあるので、ぜひそちらも楽しんで見てください。日頃僕のチャンネルは誰でもすぐに再現可能な技術解説など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者宝傑の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。